さあ、和久井センターさんで美味しいお蕎麦をいただきました。いや、安いしね、ボリュームもすごいですね。お腹いっぱいになりました。それではですね、ここから近くの道の駅に向かいたいと思います。さあ、それではね、降りていきましょう。ここからね、道の駅まで10分かからないようですね。はい、お蕎麦屋さんからですね、豊田飯山、インターのね、入り口まで出てきました。あ、ここすぐにね、道の駅があります。さあ、ここをね、左に曲がって、国道117号線をね、走っていきます。もう本当にね、すぐ近くにあるんでね、場所的にはいいところですよ。さあ、ここですね、道の駅ふるさと豊田です。ここに入っていきましょう。なんかこんな感じだったかな。やっぱ俺が思ってたイメージというか、過去の記憶とちょっと違うな。さあ、今日はね、久々のツーリングということで、テンション上がってるのがよくわかりますね。お土産めっちゃ買ってます。もうトップケースもう入らないです。さあ、これからですね、善光寺に向かっていきます。でですね、ここね、左に曲がっていくと滋賀草津道路に行けるんですけども、まあ今日はね、またちょっと違ったコースを走るということでね、今日は滋賀草津は走らずに行きます。それではね、ここを右に曲がってみましょう。あれ、これ前も走ったんちゃうかな、走ってないかな。さあ、善光寺までね、1キロを切りました。もうすぐではないでしょうか。さあ、右手にはこちららしき建築物が見えてきました。バイクをあとどこに止めるかですね。ああ、いいですね、ここですね。さあ、あとはちょっとね、バイクを止めるところを探しましょう。まあね、散歩も楽しめるんでね、ちょっとブラブラ走ってみましょう。あ、善光寺のね、案内があるんで、もう一度ね、そっちの方に入っていきましょう。さあ、バイクをね、駐車場に停めて善光寺にやってまいりました。それではね、行きましょう。おお、いきなり素晴らしい建物です。いやー、それにしてもさすが善光寺、広いです。はい、善光寺ね、めちゃめちゃ楽しみましたね。想像以上に楽しかったです。それでは駐車場に向かってですね、さあ、今回のツーリングの最終ポイントに向かっていきたいと思います。
善通寺から次のポイントに行きたいと思います。おみくじも引かせてもらいましたが、いい結果をいただきました。最後のツーリングスポイントに近づいてまいりました。最近のね動画でも上げたのですが、ここはやっぱり外せません。その場所にね間もなく到着です。善光寺からですね、そんなに距離はありません。ほぼね直線的に南に行くような感じですね。さあ案内も出てきました。川中島です。はい、私のね好きな川中島までやってきました。つい最近ね来たところではありますが、さあ入りましょう。はい、私が最後に選んだツーリングポイントはこの川中島です。最後祈願をして帰りたいと思います。さあ入りましょう。さあこちらに有名な上杉謙信と武田信玄の一騎打ちの場面があります。しかもですね、この諏訪湖の向こうに富士山まで見えてますよ。素晴らしいですね。最高です。さあそれでは松本城の中にね入っていきましょう。さあそれではね中に入っていきましょう。この目的はですね、食事というよりもソフトクリームをね食べにここまでやってきました。それでは入りましょう。これからですね、クラベダム行きのバスに乗っていきます。はい、長野県は先ほどね大町から少しね北に走ったところにあります青木湖にやってきました。このようにですね大変広い湖となっております。
はい、それではね、早速中に入っていきたいと思います。そばの涌井センターさんまでやってきました。ちょっとね、早めに着いたので待っておりますけども、11時オープンで今日はね、店はやっているようなので、開店したら入っていきたいと思います。はい、それでは今回の2日間の長野県のツーリングはここ川中島で締めたいと思います。今回もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。チャンネル登録に高評価もよろしくお願いいたします。